よく来た友よ。早速だが、その方の価値がいかなるものか品定めさせてもらうとしよう。帝の直々のおろし。頼もしいな、鹿の殿。ではあの者の心を見定めてもらいたい。お任せください、ヨシテル様。将軍の座を降りたことすら道楽に過ぎないな。ここにも彼さんがうん、比類なき信念を持つ者か。面白い。宮の外にこれほどまでの敵が育っていようとは。いてし風が吹き始めた。お前たちも続け。はい。この人かなりせっかちっすよ。今以上に振るわれよ。出なければ帝に謁見はならぬぞ。危なくなったら速さだけでも逃げてくださいよ。この道足利公の加護ぞ。僕の推理が正しければこのままだととんでもないことになります。わかった。感謝しよう、鹿の友よ。求められるのは女の素がいいわ。いらっしゃい。七福の一つと呼ぼう。姉上、またそのような傍若無人を。七政様も一問頑張る。姉様に認められるように頑張る。これは見事、類いまれなる技の使い手だな、友よ。望むならばお見せしましょう。そうな、ヨシテル様のご期待に添えば王将は思いのままだ。おん、無様ね。もっと華麗に舞えないのよ。この戦、帝は娯楽のおつもりでも我らは命がけよ。私がここまで追い詰めるとは並の猛者ではないな。あの千万すら乗り越える気か。この知らずめ、ここより先通すわけには参りませぬ。花よ、力を合わせろ。寄り巻いて、くすこめて、縫いつけようや、コロおでの。生政様、ねえ、聞こう。ここはみんなに任せておけば問題ないわ。これ以上、位置に不安を与えるわけにはいかぬ。さて、友よ、その方を。体育は健やかであるかな。ご苦労様、また後でね。ほら、体のことだったら我らに任せなさい。たっぷり品定めしてあげる。皆いささか流行りすぎだ。あ
相手方の兵が進んではつまらん。さようでございます。さあお前たち、わらわのためにマイナス。背中は俺らに任せてくださいよ。そんな、アシカがいつもの落日だと。もはやあの言葉以外浮かばぬ。これぞ外周一色。やはり世でなければ止められぬ。そのさえ渡りよ、お見事です。神速の見えましたか。おお、名刀三日月宗近がごとく暗境で輝かしきからだよ。そうかしら、わらわの方がすごいじゃない。いい、体で勝負をするの、わらわとあなたのね。わらわに消えない傷が残ったらどうなるかしら。その白銀の歯はきっと今からわらわのものよ。見えない、その魂に心を宿しておらぬ。ではリスクがある。あとは任せるわ。わらはちょっと喉が渇いたの。誰か、みんな、いなくなってしまったな。愚かで苦手な仕組むと世を恨むがいい。いてつくだと。いかぬ、兵をぶつけるだけ損ずるか。素晴らしき真偽体の持ち主だな、友よ。まさに時代の息吹、その方こそ天下創生にふさわしい。その方にとって世は悪しきものであると理解していた。あなた様はただ老た、善も悪、それは悲願の彼。熱い、これが命を閉すという感覚。さあ勝負はここからだぞ。試合を続けよう、友よ。この度は勝ちを拾った。しばしの別れだ、友よ。さあご覧なさい、ミサダの導く、それが私の宿業。どうにも切なきものです。